久保さん。今回、努力しなくても成功する方法にしましょうか。まあ、シンプルに言うと、え久保さんですね。<laughs> あの、努力していない。周りから見たら努力してるんだけども、自分は努力していない。これが努力しなくても成功する方法ですね。でも、周りから見るとめっちゃ努力してるように見える。だけど、自分は努力してない。多分ね、これが努力よずに成功する方法ですね。 そうで逆に言うと努力してるんだっていう人は成功できないかもしれないですね努力っていうのはうーん何だろうな他人から見てあこの人努力してるなって思われるか思われないかはど,どうでもよくて自分がその目的地にただ何だ何だろうなあの目の前に山が何であなたは山に登るんですか目の前に山があるから 終了とそんなエベレストそん、そんなエベレストに登るなんて危険じゃないですかと。いや、エベレストに登りたいねんと。うん。エベレストに登るために努力してます。ではなく、単純にシンプルに、エベレストに登りたいから、エベレストに登る。努力じゃない。登りたいから登る。っていう、このなんかシンプルな思考がいいと思います。でも、うまくいかない人って、こんなに頑張ってるのになんで、 山登れねえんんだみたいに言うんですよ違うんです自分が何だろうなこうしたいとああなりたいとだからやるっていうやってみたっていうだから久保さんも当時ねあのネオヒルズを見てこんな若造がこんなすごい世界があるのかと俺もあんな世界に行ってみたいなとねやってみたいなとあんな生活でなんで俺は田舎の麻雀店で赤字垂れ流して従業員に文句言われながらやってないといけないんだみたいなね <laughs> ああなりたいな。ああなりたいからああなったっていうね <laughs>。スタッフもそんな感じですよね。うん。まあ僕もね、あの周りから頑張ってますって言われたりするので、まあそれをね、努力、努力してますって言ってるかな。まあわかんないですけど、動画いっぱい撮ってるんで。うん、自分では努力してないというか、まあ当たり前ですよね。だからこの前お問い合わせいただいたんですけど、なんだろうな、その、まあ久保さんもね、Facebook ライブ4000回とか、 あと今 YouTube ライブ毎日やってますけども、なんかそのライブやってて、ライブやってて、その、無料でライブやってるんだけども、有料は買わないお客さんがいて、なんかその無料ライブやってる意味あんのかなみたいな。これって無料ライブやってる価値あんのかなと。何のために俺やってんだろうみたいなね。みたいなね。なんか質問があったんですけど。 なんかビジネスするんだったら信頼関係構築するのは当たり前じゃないですかじゃ信頼関係を構築する手段としてライブ放送をするっていう手段があって別にそれを取るか取らないかは自分が取りたいんだったら取ればいいだろうし取りたくないんだったららなければいいしっていうのはそれだけですよねただビジネスをやっていく上で信頼関係は必要だから何かの手段は使わないといけないよねとそれがライブなのか動画なのかメールのやり取りなのか文通なのか何でもいいんだけども ビジネスやっていくんだったらお客さんとの関係性は構築しないといけないので、まあ当たり前のことをやるってことですね。だ僕も毎日ライブっていうのね、まあ久保さんがね、宇宙人ですとかね、コメント来たりとかしてましたけど、昔ね。そう。だから僕も今無料ライブはやってないんだけども、来年から無料ライブやろうかなと。メルマガ読者さん限定でね。そう。だまあ、手段は何でもいいと思うんですよ。別にワンツーとかでもいいだろうし、文通でもいいだろうし。あのー、 なんだ何でもいいと思いますただあビジネスをやるんだったらそれは当たり前の動作として必要だよねっていううん例えばその,あの恋人を作りたいってなったらその女性にねうん、なんかデートに誘うって当たり前の動作じゃないですか <laughs> どうですか男性まあちょっとこれ女性じゃないとわかんないんですけど男性がねデート誘っといてね ちょっとお金ないから全部払ってみたいな。初回デートね。初回デートからそれだったら、多分そのデート成立しますかね、久保さん。ちょっとで、今度映画館行こうよ、みたいなで。映画館行って、お金ないからあの全部払ってみたいな。あ、あと俺これポテトも食いたいみたいな。これも買ってみたいな。僕ね、多分そのデート通用してないと思うんですよね。うん。なんか、まあそこはまあ、人それぞれ常識が違うので分かんないですけど、 まあデートに誘ったんだったら、うん、男がねで、女のデート誘ったんだったら、男が全部持つみたいなね。でも女性の方がね、あの初デートなんで、まあ、そんな関係性深くないからね、あ、いいです、いい、あ、これ、私の分です、あ、いいよいいよ、みたいなね、ここ払っとくから、みたいな。まあ、すみません、まあ、人それぞれ常識違うんで、<laughs> 多分それがね、まあ、うーん、まあ、普通のセオリーかなとは思うんですけど、いかがでしょうか。 あこの人お金持ってないんだ、うわ素敵みたいなねあ、守ってあげよう、お金いっぱい出すわ、私みたいな、そういう女性が1万人に1人いるかもしれないですね、<laughs> ラッキーですね、そういう女性に出会ったら、<laughs> 行ってらっしゃい